次のリハ何時からだっけと思って不安になって確認してきました。今日はすっぴんでお届けしております。なんか最近ずっとさ、リーズの顔で配信してたからさ、自分のすっぴんを見るのも久しぶりだし、ファンのみんなが私のすっぴんを見るのも久しぶりな気がする。眉毛ピンクで顔黄色でやってたもんね。顔黄色じゃない、間違えた、瞳黄色でやってたもんね。すっぴんぴーん、眉毛細い、すっぴんだと。爪取れちゃった。なんかお風呂入ってるとペリって取れちゃうんだよね。何なら私でも作れるかな、ご飯。なら私でも作れると思う。海鮮丼。海鮮丼は作れる。夜配信します。夜寝る前ぐらいにちょっぴり配信したいと思います。見てね。なんだっけ。忘れた。なんだっけ。ダウンタウン、ダウンタウンホテル105室で、ダウンタウンホテルだ。ダウンタウンホテル待っているよ、彼と彼女みたいに天狗に出れる。あ、忘れた。忘れました。今さっき振り入れしたダウンタウンホテル。ダウンタウンホテル105室で、ダウンタウンホテル待っているよ、ねね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 ね。忘れた。もうダメだ。今日のフリ V を見てまた起こさないと。オネストマンはね、コンサートでこの間やった立ち位置とめちゃくちゃ近かったからよかった。なんかオネストマンって振り付けが髪しも左右でパックリ割れてて、で同じ方だったから本当に良かった。逆の方だったらもう泣いてた。
こんなに大きな青が大の字に向かって叫ぶ。私は今お金をいくら持っているでしょうか。わお、全然そんなに入ってない。そんなに入ってないです。16,000円。16,000円でした。なんか私10円とか1円とか分けたいんだよね。16,240円ぐらいしかない。うわ、スタバカードここにも入ってる。やった。え、これ期限とかないよね。大丈夫？ファンの方がくれたスタバカード。あ、期限あった。アップね。6月16日までだった。危ない。6月16までだった。期限あったよ。ファンの方がくれたやつ大切に入れてる。危ねえ、汗汗。でももうすぐ4月になるよ。みんななんか今3月だからとか思ってたけどさ、今日自分は今日25日が給料日だけど、こみちゃんはいつ？え、私給料日とかないんだよね。給料日とかわかんない。週間後はカフェイベントだね。ねえ、あっという間。皆様お待ちしておりまする。なあ、洋服どうしよう。デブすぎ。
お誕生日は何かイベントするの？私今年のお誕生日何曜日だろう。誕生日ね、なんかしたいね。カフェイベントとか、なんかみんなと何か会える何かしたいな。木曜日か。もしカフェイベントやったら来てくれますか？みんな私の誕生日にカフェイベントしたら来てくれる？来る？4月の谷口さん10周年イベントに飯野さんは出なくてびっくり。飯野さんはその日は達也さんイベントらに。別にびっくりではなくない？なんかそれぞれのさ、スケジュールとか先に決まったとかそういうのがめちゃくちゃあるからさ、あと事務所の権利とかだから、なんか出たくても出れないとか、出てほしくても出てもらえなかったみたいのってめちゃくちゃあるから、そうだから全然別にこの子のイベントにこの子来ないんだとかそういうのって正直人間関係の問題では全くなくて、その先に他の仕事入っちゃってたりとかそういう問題なので、ファンの思い込みや決めつけは良くないよね。それはそうそれはそう。あの心配しなくて大丈夫、みんなが思ってる以上に何にもないから、いろんなことに関して。5年後15期どうなってるんだろうみたいな話を昨日ラジオでして、どうなってんだろうね5年後。私とメグが30歳ちょうどで、ラジオではセーナの卒業公演をやりたいっていう5年もあと5年頑張ってねっていう話をしてた。うわ、15期15周年やってほしいって。え、綺麗だね。確かに15期15周年ってなんか可愛いわ。ストロベリーって感じ。セーナが卒業公演やって15期がお疲れ様って言うのが見える。5年後で、みやびとかは結婚してそう。
みやびと5年後でしょ。だってみやびとアミとまなみも結婚してそう。31歳だもんね。だってとか言って15期全然結婚してなかったらおもろい。だから卒業してった順に結婚してそう。で卒業するのが遅かった人ほどしてなさそう。キイちゃんどうなんだろうね。マキホキイちゃんっていう15期の若い子たちって5年後でもまだ28歳とかでしょ。5年後でもまだ28なのか。一瞬スケジュール確認してき